はいどうもおぱしです。今回はですね、後輩から急に、結婚しましたという連絡が来て、お動画のネタ湧いて出てきたやんけラッキーって思ったから動画を回しているわけではなく、お祝いしたいというね、優しい先輩の、気持ちで動画を撮っております。はい、断じてですね、動画のネタだラッキーと思ったからではなく、お祝いしたいというね、はい、気持ちで、撮っております。誤って広告が流れる可能性がありますが、はい、収益化を意図しているわけではないというところをご理解いただければなと思います。あくまでお祝いしたいという善意、圧倒的偽善、よろしくお願いいたします。今回事件を起こした後輩はですね、昨日の夜の、7時頃ですね、急に LINE をくれました。おぱしさんお疲れ様です。X にて先ほど公開したのですが、先日入籍いたしました。ほにょほにゃほにゃららみたいな感じのなんか大人な文章が急に飛んできました。携帯見たとき、何を言ってるんだこいつだと。あ、ちなみに結婚したのは雪ぶやです。はい、詳しくはですね、雪ぶやさんが動画を上げているのでそちらをご確認ください。で、結婚した相手とかもね、俺何も最初知らなくて、てか事前情報一切なかったんですよ。雪ぶやから結婚したって言われて、で、雪部屋ってもともとずっと YouTube 的には年齢非公開、男いませんみたいなアピールだったじゃないですか。そしたら急に結婚しましたって言うから、何を言ってるんだこいつはと。皆さんもう俺はね、2時間遅れぐらいで LINE を見たので、もうネットはもうお祝いムード一色だったわけですよ。お祝いムード一色の中、お前って思って俺は何も聞いてないぞって思って、どこの馬の骨と結婚したんじゃと思って、頼むからなんかバンドマンとか変なのじゃねえよなぁと思いながら祈るようにツイッターを見ました。どこの馬の骨と結婚したんだと。そしたらまさかの TIE のルーさん、極太の骨やんけと。極太の骨、もうまごうことなき玉の輿、すっげえ嬉しかったただただなんか、ただただ嬉しかった。俺ね、久しぶりになんか後輩の女の子から男絡みでなんか彼氏できましたとか結婚しましたみたいな、そういう話で、よかったやんけって、初めて思えたかもしれない。お前、よかったな。逃すんじゃないぞ。逃がすなよ。この下世話節はツイッターでは多分許されないと思ったんで、我慢しました。もうね、安心ですよ。なんかまあ俺はね、半分その後輩の女の子たちに向かって、まあもちろん性的な目で見つつも、保護者目線で見てるんですよね。あわよくば一発やりたいなっていうね、保護者目線と、お前ちゃんとまともな生活をして幸せになってくれよっていうね、保護者目線の二軸で、後輩の女性をちゃんとね、生温かい目でいつも見てるわけですよ。いろんな目線で。舐めるようにね。で、雪部屋は、もう、誰からも否定できないぐらい、これはね、ハッピールートですよ。うん、すっげえよかった。ただただ嬉しかったです。はい。これはマジで嘘なし。コビ売ってるとか、ルーさんとコラボしたいんだとか、そういう全くない。なんなら俺はね、大人の都合で荒野行動大好き芸人なんで、まあ、おおむねコラボすることはないんで、そこを別に意識とか全く勝手に考えないでください。そういうのではないです。ただ、なんなら俺、ルーさんとさ、雪部屋とね、これ表で言ってないやったと思うんだけど、別に隠す必要もねえと思うんだけど、3人で飯行ったことあるんだよね。いつ行ったか覚えてないけど、その時ね、そんな風には見えなかったんですよ。どうだったんでしょうね、あの時の話は。実はすでに付き合っていたんでしょうか。2年前から交際していたみたいなね、話をね、ルーさんの動画で見て、えっと思って、2年前から交際していた、俺3人で飯行ったな、あの時俺はピエロだったのかって俺は何も知らずに踊らされていたのかって思いながら、どうだったんでしょうか。神のみぞ知る。いやー、でも本当良かったね。なんか俺基本的に YouTuber 同士の恋愛って反対派なんですよ。うまくいく事例の方が圧倒的に少ないんで、基本的になんでかっていうと、もう男側が頭おかしすぎるからなんですけど、大体まあ基本 YouTube やってる女も頭おかしいんだけど、まあ、男の方が圧倒的に頭おかしい率が高くて、まあ
普通にね、まあ、これ名指ししても怒られなさそうなやつの名前出しますけど、まあ、ジャンヌとか海くんとかと YouTuber の女の子が交際して精神健全なまま活動し続けられるとは思えないじゃないですか、到底。まあ、多分本人も自覚あると思うんですけど今回はね、なんか雪笛とルーさんだったらね、なんかただただ雪笛がなんか幸せそうで安定しそうなイメージなんだよな。まあ、もともとメンタルが弱いタイプの子ではないので、すごく保護者目線だと安心するカップリングだなって思いました。これ以上 YouTuber カップルで理想的な組み合わせってあんのかなっていうぐらい安心するね。非常にいいと思います。はい、後輩の女の子とかにはもうどうにかなんか安定してほしいから、あの基本的にあのやりちんじゃなくて収入が安定していてモテすぎないやつをできる限り斡旋したいんですよ。過去に斡旋したこともあるんですけど、あのアテンドしてもねうまくいかないんですよね。だからなんかまあなんか基本的にそういう人を求めてないのかなと思って、 YouTuber の女性は。だからなんかまあすごいね、どうにかしてみんながハッピーエンドになる未来を俺は見たいんですが、なかなかそっちの分岐にみんな乗っかってくんねえなーって思ってたら、ようやくですよ、ようやくなんか俺が安心できるカップリングの話を聞けたので、すげえほっとしました。はい、非常にいい話ですね。大体男から殴られたって話とかしかしてこないからさ、みんなこれって警察沙汰にした方がいいんですかねみたいな、知らんみたいないやーいいよね、ルーさん殴らなそうだもんね。いやこれでなんか殴ってましたって後々だったらここ切り取られるからルーさん殴んないでね、ルーさん殴んないでください、そこは YouTuber パワー発揮しないでください。いや殴んなそうで非常にいいですね。安心しました。いやーこんなハッピーな雑談動画を撮る日が来るとは思わなかったよ。最近ねマジでその、まあ、後日動画上がる予定なんですけど、俺がねアメリカにその世界大会に行っていて、ポケモンカードの、だから動画もね全然撮れてなかったし今月は。ほんとね雪部屋には感謝ですよ、こんな雑談動画を一本上げる機会をくださってありがとうございます。はい、あくまでノルマがとか広告収益がとかそういうね、もう雪部屋の結婚利用しようとかいう意図はなく、あくまでですよ、お祝いしたい、ただそれだけの、ただその一心で今動画を撮っております。はい、よし、これで、8分になりましたね。俺はね今回8分間お祝いをしたいというふうにね最初に決めてたので、今回は動画を撮らさせていただきました。まあ、雪部屋とね、TI のルーさんがね結婚報告して馴れ初めとかいろいろ話してる動画もね概要欄に貼ってありますので、皆さんぜひともね、知らなかったという方もいると思いますので、おぱしの後輩がね結婚したんで皆さんぜひとも見に行って、おめでとうございますってコメント書きに行ってあげてください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。雪部屋、TI のルーさん結婚おめでとうございます。バイバイ。